5月4日82歳の誕生日を迎え、元気いっぱいにろうそくを吹き消す笹川会長。60歳を捨てて22歳なんだから、私はまだまだ若いとは会長自身のお言葉。その信念に基づき、相変わらず休むことなく活動を続けられている日本船舶振興会笹川良一会長のこの1年間の歩みを振り返ってみましょう。3月19日、内閣総理大臣杯争奪第16回法王賞競争。華やかな式典の中で、笹川会長もモーターボートファンとの積極的な触れ合いを心がけています。ご要望によりまして、ご当地に初めて内閣総理大臣杯争奪戦を持ってまいりました。皆さん方は日本一の功労者であります。皆さん方の尊いお金は世界を救うために活用いたしまするから、最後に親愛なる皆さん方のご健康、ご長寿、ご幸福をお祈りいたしまして、私のお礼とお願いのことだといたします。ありがとう。戦後、日本の復興再建、住みよい平和な社会の建設を目指して発足したこのモーターボート競争も、その後着実に発展を続け、健全娯楽として多くのファンの支持を得、今日では売り上げ第1位の公営競技となりました。5月2日の第8回笹川賞競争、続いて10月1日高松の宮殿下、高松の宮妃殿下の御臨席を仰いでの第10回高松の宮杯特別競争と、3大レースはいずれも盛況。笹川会長の活動基盤として、このモーターボート競争は造船事業をはじめ、その収益金によってすでに多くの成果を上げ、法制定以来早くも30周年を迎えました。11月26日全国モーターボート競争会連合会笹川記念会館における30周年記念式典、創立30周年記念式典を開会させていただきます。事業に貢献し、惜しくも先立たれた方々へ、笹川会長よりの献花。そして笹川静江夫人の祝言が披露されました。式典後のレセプションには、関係者各位をはじめ各界からも多数のゲストがお祝いに参集。笹川隆全国協定施設所有者協議会会長の音頭により乾杯。今後より一層の発展が期待されます。永年功労者の表彰も、昭和56年度は勤続年数が15年から25年まで合計262名にも上りました。
モーターボート競争事業にレースの立役者として、あるいは影の力として努力された選手及び役職員などに、笹川会長は励ましと祝福の挨拶をされました。功労者の表彰の式典を許可をいたしましたところ、公務ご対応中にもかかわりません、運輸省からもその他多数の方々のご臨席をいただきましたこと、通信で厚く御礼を申し上げます。山梨県本栖湖畔の本栖研修所、笹川会長は第48期選手の修了式に出席、1年間の厳しい研修の後の修了記念競争に取り組む若者たちに熱い眼差しを注ぎます。今日のね、栄冠を本番レースも泳いでもやな、持ち続けないといかんよ。ここからまたモーターボート競争を支える選手たちが巣立っていくのです。そして第50期入所式の前夜、新たに希望に燃えてこの研修所に入所してきた研修生たちとしばし語らいのひとときを持つ笹川会長、自らの体験をもとに己に厳しく他には優しくと諭します。朝の待機の中、朝礼に向かう新入生たち、第1日目が始まりました。彼らもまた1年後には選手あるいは検査員審判員として歩み始めることでしょう。こうしてモーターボート競争事業はますます揺るぎのないものとなっていくのです。